西脇市、コミュニティバスは、兵庫県西脇市で運行している。コミュニティバス。1996年10月11日から、運行を開始した。運行開始当初は、芝桜号のみであったが、2008年12月から、つくしバスの2009年10月からは、織姫バスの運行がそれぞれ開始されている。芝桜号新規、グリーンバスに運行委託している。従来は、一回り。 南回り、東回りの3ルートが存在したが、南回りは、織姫バスに、東回りは、つくしバスに移行された。残った北回りもルートの見直しが行われ、西脇線及び、高枝線に変更されている。運賃は、待機路線で160円から230円。土日用、年始は運休するが、祝休日、年末は運行する。なお、芝、桜の名は、 西脇市の花に由来し、市街地西場桜通りもある。西脇線西脇市駅西脇工業高校前引く。緑風台中央西脇西脇市役所西脇、小学校前から、西脇病院高井田線西脇市駅西脇工業、高校前から、高井田南高井田北、小坂南西脇市役所西脇小学校前から、西脇病院つくしバスのバス停2008年12月1日から、 津ま地区及および黒田小地区にて実証運行が開始された。以前は、兵庫中央バスに運行を委託し、運賃は、同地区内の乗降は200円、両地区間をまたいでの乗降は300円としていたが、2011年10月1日より、黒田小地区町づくり住民会議の運行に変わり、同時に運賃も当面無料化された。祝日、年末年始を除く月、水、 金曜日に運行するバス停には通常用いられているような標識柱はなく代わりに黄色の上り旗を立てて目印としている A ルートカナート西脇西脇病院前からつま寺内南マックスバリュー西脇地内店西沢かいかん石原公民館栄光プサクラ店田高公民館船町公民館引く鳥吉前 B ルートカナート西脇西脇病院前から、大野公民館、マックスバリュー、西脇寺内店つまい団地 JR 黒田省駅、黒田省郵便局黒田省林保館、A コープ桜ヶ丘店、黒田寺内 JR 船町口駅、こなグラウンド入り口 C ルートカナート西脇、西脇病院前引くマックスバリュー、西脇寺内店日本へそ公園大平南。 JR 黒田省駅黒田省地域総合事務所東晴間人系時計農家公園門流公民館から宮間の里入り口新規バス札場線の廃止に伴い2009年10月1日から実証運行が開始された運行は新規グリーンバスが担当し運賃は一部待機路制で160円から490円旗屋線は月から金曜日に運行する 延べ線は月、水、金曜日に運行していたが、利用客が見込めないため、2010年12月1日より、旧市路線となった。なお、織姫の名は、西脇市の地場産業である、晩秋式の子祖である、日田康兵衛が、日の部地区の出身であることにちなみ名付けられた。畑谷線西脇市駅西脇工業、高校北、西脇郵便局、西脇営業所西脇病院課の東、 中学校前引く日のべ町公民館上日のべ中畑二葉小学校前から、札場日、延田二線西脇営業所西脇病院、堀町公民館下の塚口町公民館、赤坂橋、ありがとうございます。